ばんは。こんばんは。こんばんは。ね、あれ？こうか。こんばんは。え、口の色なくないでしょ。うん、全然ないで。死に。なんか飛んでんねんって。ほら、光で。でもほら、こっちの人。あ、ダメダメダメ。ダメな。これこっちだ、こっちの。あ、こっちだ、こっちの。あ、私も買う。どうやった。いや、大丈夫やで。止まってる。死ぬぞ、これ。やばいぞ。待って、死ぬぞ、これは。ちょっと待って。いいだ、二人のな。うわ、ミラーボール踊って。ちょんちょん。何それ。え、知らんの。TikTok やねんけど。恥ずかしい。何それ。あんたが恥ずかしいねんで、知らんの。うそ止まってるかな、ちょっと見る。あ、大丈夫やって。大丈夫とは来てないけど。はい、また嘘ついて適当なこと言って。あ、ほら大丈夫だよ。こんばんは皆さん、こんばんは皆さん。今は18時半から30分間です。おお今日は上西玲が来てくれています。わーい。ではここ、はい、あ、リンゴジュースどうぞ。そういいな、リンゴジュース自分で持ってきたやつを今あたかも私が私とかのように出しました。あれやんな、昨日さ、うん、マネージャーさんにさ、二人あの会話な、噛み合ってないから噛み合ってないって言って、いつもどうやって会話してんのって言われたくない？言われたな。っていう2人で配信しております。はい、お願いします。間を取り持ってください。皆さんで、あの私たちの通訳は小島なんですよ、うん、そういつも、うん、小島が。ってことで、ツイッターにも書いた通り、今からこのおっぱいちゃんのおっぱいちゃんが、今までしたグラビアを見ちゃおうのコーナー。イエーイ。はい、一人で盛り上がっております。ありがとうございます。皆さんもあのお手持ちの雑誌がありましたら、ね、ぜひ一緒に。何？え、かわいいってここに。おもろって。やば。いや、何？もうみんな好きよ本当にこれが。流れが違いますわ。嘘。コメントの。イエーイ、めっちゃ来てんもん。よくやったやって。変態ばっかりやなマジで。でもな、しょいね。まあ、でもやっぱそうやな。ちょっとね、選びがたいんだよね、どれも。あの私ね、これ最近、あのこれいつなのな？2020年の7月21月。おー。7月21日です。はい、1日のフラッシュさん、はい、週刊フラッシュです。週刊フラッシュ社、まずお雑誌ほぼ全部持ってますやって、素晴らしい。この私はね、うん、まず気になりましたこちらの、表紙のね、このそこ見せんの書いてある。上西玲夏のバスト元気。やばい、そこ読まれたらいいのも恥ずかしいねんけど。はい、こちら即買い案件やってやって、マジでやばい。おーなん？おピンクと白どっちだ？これ白か、白のやつです。ピンクも取ったのこれ、ちょっと覚えてない、たくさんやりすぎてね。うん、あ、薄ピンク。お、来ました。まず1ページ目こちらね、なんかワイシャツっていうの、これ何シャツ、うん、かな、ポロシャツ、ポロシャツ、そうや、ポロシャツを着た、上西玲さんがちょっとね、うん、あの服をめくり上げて、うわ、あ、すごい、みんな分かってる、みんなじゃないけど、ポロシャツがエロいやつ、そう、ポロシャツを、うん、ちょっと、ま、こうね、ここら辺までまくり上げて、うんうん、でちょっと中から水着が見えてるんです、うん、はい、そうですね、いいですね。なぜポロシャツの下に水着を着ているんだというね。そしてそこにね、そうそうね、うん、いつもはテレ屋のレイちゃんが今日はちょっとだけ大胆、
心と体のみのみと解放させたのはきっと夏のせいだよ。でポロシャツこうやってやってます。はい、いいですね。同じやつ見てます。やって、あ、これこれいいね。あ、その次のページこれね、でも見せたらダメなんだよね、うん、きっと。そう、なんかね、机がありまして、その机の上にこう寝ております。ね、寝ております。こういう風にで、ここにあのラムネがこことここに立っております。はい、そんな感じのやつとか、なんかカーテンに埋もれててね、いいね。黄色のキャミソールを着てます、うん、いいですね。黄色が似合うんです。そう、そうやね、めっちゃ黄色着んねん。黄色のね、絶対黄色着てる気はする。多いな、似合うんですよ。いや、いい、この爽やかなね。ほんで隣な、スイカ持って、スイカ持って、まあまあまあ、これはいい。そうね、水着でスイカは、水着かこれ、うん、水着でスイカ、まあ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 、あー、来ました。次、はい、なんでしょうこれ、あのスク水タイプの、あのなんていうのこれ、あ、ワンピース水着。ワンピース水着、スク水全然違う。スク水って言ったら怒られるぜ。そうなん。いや、そんなことないけど。いいですね、あのこのタイプの、このタイプの水着ですね。なんなん、全部このタイプやろ、パンツつながった水着のこのタイプ。なるほどね。ワンピース、ワンピース水着ですの、あ、いいですね。そうそうそう、でもね、これね、ちょっと足がね、短く見えがちじゃない。あ、そのタイプな。あ、いいですね、きれいに撮ってくれて、ね、光の加減が、そう、うん、光の加減が素晴らしいんです。もうみんなさどういう気持ちで見てるんやろ。どういう気持ちで見てるんやろ、うん、で、その次にはね、白の水着で、うん、可愛いやつ、白の水着を着てるんですけど、白なんかな、白じゃない、薄ピンクじゃん。あ、薄ピンク、ちょっと、あ、待って、え、どっちにも見える。あ、ちょっとさ、なんか紫にも見える、うん、ね、薄紫にも。いやー、いいですね。ちょっとね、こうね、皆さん聞いてください。今ね、白い水着、紫、ピンクの水着を着たやつを、ちょっとこうね、こうやってなんかね、ちょっとなんかね、すごい表情してますわ。いいですね、はい、こちら素敵でございます。皆さん、あの今話してるのを想像しながら、皆さんはこの配信を見てください。想像しながら、はい、続いて、このこれは漫画アクションさんです。インパクトがすごいんじゃ、まず。おもろ、大丈夫、画面映ってて今ちょっとやめた方がいい。え、自分の宣伝にもなって、ジョニシレイさんのグラビア雑誌なんですけど、あの、おもろ、ダメですか。過激すぎたんかもですね。すごい、インパクトがすごいんですね。おもろ、水着は見せたらダメらしい本なんよ。あ、そうなんや。あ、じゃあこういうタイプの表紙はいいけどってことね。なるほど、はい、知らんけど知らんけど。はい、こちらね、そうですね、いつの6月16日、うん、そう、アンガアクションさんは、うん、高1か高2の時にも載せていただいた。お、表紙すごいね。はい、いきなり白、これは白で当てる、うん、白、白の水着ドーン来ました。昼下がりのサンドリオン、え、サンドリオンってどういう意味ですか。今春高校を卒業、今春な、今春卒業、今春やん、ね、高校を卒業、そして19歳を迎えたばかりのれいちゃん、あどけない少女も少しずつ大人に近づいていくらしいですよ。はい、横顔が映っておりまして、はい、来ました、次、はい、来ました、次、普通のこういう服で、まあちょっと首にもなんかあって、他人は見せてますわ、この人何してんねん。でいいね、ベッドに寝転がって、あのちょっと猫のような感じのやつね、うん、はい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 、着てます着てます着てます。あ、青のね、うんうん、水着もいいんだよね、自分。そう、ポニーテールっていうの、何、一つくくりが、人妻感が出てて、うん、あの、いいです。バンよ、バン、バンお願いします。人妻はセーフでしょ。あ、ね、本当にさ、グラビアのなんていうの、あ、黒水着も最高です、ありがとうございます。なんかさ、文字いっぱい書いてあるのってどれなん、うん、雑誌
週刊あこれかな、プレイボーイさんと、こっちも、おゆうりさんいる、ヤングマガジン、おお来た。じゃあまずプレイボーイさんから、これも、あ、じゃあ分かった、隠したらいいんか、ほらどう、隠したらいけるでしょ、こちら、隠してるからな、うん、プレイボーイさんで、いつのだ、9月2019年だね、え、10冊あるやつやって、やば、どういうこと、 10冊ある、あ、でもこれが、うん、できなくなって後の初めてのグラビアやって、うん、なるほど、ね、できるようになった時の、あ、違う、嘘ついた、え、嘘、あ、すーちゃんは大体こうしてるって言うよ、嘘です、今の嘘、嘘、はい、これはその後に、うん、また出させてもらった後の表紙のやつ、なるほど、ね、それは初プレイボーイやった、あ、こっちは、うん、違う、初プレイボーイが初めての、うん、初めてじゃない、何年かぶりのグラビアで、うん、でこれはその後に良かったからって言って、あ、なるほど、また載せてくださったやつですってよ、うん、ハッピーファンファーレや、ハッピーファンファーレ、幸せの始まりみたいなんじゃん、南にはとびっきりのグラビアクイーンがいる、びっくりマーク、そう、世界が大注目する18歳、ジョージシュレイちゃんがシュープレ表紙に大、あ、ごめん、勢いよく読んだのに漢字読めない大健さん大強大大健さん、もうあとはてっぺんまで走り抜けるだけやで、いいですね、なんかちょっと噴水の前で水着を着て、にっこり微笑んでおります、いや、だいぶがっつり笑ってたわ、がっつり笑っておりますファンファーレは確かに聞こえた、君と出会ったあの瞬間、すごいね、大現山覚えてな、意味がわからないけど、山上って感じじゃん、多分ジョニー・シュレイちゃんのシュープリ表紙に参上みたいなのね、世界に注目されてますよ、やったあ、ちょっとね、走ってるのが好きってコメントで来たからさ、うん、今見たら、うん、すっごいいやこれ好き言うてる人だ、なかなかすごいね、これは、うん、すごい、もう揺れてます、はい、あ、これか、あれ、あ、そうテカテカ、そうだね、いいね、オイルもね、でもクリーム、どんな記憶だって僕たちの思うがまま、さあ一緒に行こう、幸せな世界を目指して、ファンファーレや、すごい、クマタワーやって、えこれな、うん、え、な、探さなあかんやなあ、いたいた、マネキネコさん、お、マネキネコさん、ありがとうございます、ありがとうございます、猫がクマを投げた、ガー、うん、うまいやろ、怖い、しおりんがやったらちょっとギャップ萌えするかも、やって、ね、猫がクマを投げた、ぐわぐわこんなんやってんのか、こんなんやっておじさんたち釣ってんのか、おじさんたち釣ってんのか、こんなことやってみんな釣られてますよ、これ、これな、でもな、うん、全部な、うん、読むねん、おお、そう、全部読んでい、優しい、いくんの、グレーキャップアイスクリームさん、バラありがとうございます、今から始まるから、うん、いちいちそれやらなあかんで、で、オッケー、石マッチさん、なんか宝石みたいなやつありがとうございます丸ひげさん、ハートありがとうございますイートさん、なんか文字ありがとうございます。あとは、そうね、クマさん、お、石マッチさんもお花束ありがとうございます。読めるこれ？ギオリンちゃん、ギオリン、ギオリンさん、ダルマ、パープルのダルマ、ギノリン、ギノライン。ギノリン、なんかそんな感じの名前の人、ギノリンさん、ありがとうございますえ、オカピーさん、アイスクリームありがとうございます、ダイちゃんさんもハート、
違うか。え、何これこっちやろ。びっくり。やっぱちょっと時代が私やばい。和夫さんもハート。ありがとうございます。熊四号さんもナイス。ありがとうございます。はい。あ、カイトさんもあ、ありがとうございます。ハート。マサさんもありがとうございます。やばい韓国語来た。お。シェイシェイ。あ、違う違う絶対違う、これ中国語。あ、来たで、ね、なんか。あ、ミラーボール。よっちゃえかさん。なんかこれなんかどうやってやったらいいじゃん。で全然できんねえけど。終わり。でこうやってやってたな。ああこっち。分からへん。家でもやったことないから。でこれどうしよう読み切れん。なかなかさん。ありがとうございます。はてな。たまさん。たまさんか。ありがとうございます。ありがとうございます。え熊。あ熊さん。え？ん？あ熊さんでした。あ熊さん。ちょっと勝手に防線出しちゃった。ありがとうございます。あ、葵さんもなんか文字ありがとうございます。文字なんか文字中島よしさんバラ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと勝ってる。ちょっとあ、やばいやばい、めっちゃ初見さんめっちゃやばい、すごいすごい、めっちゃ あーすごいね、この畳を、グラビアで、あのね、畳のところはいいよ、本当に、そう、畳、なぜそこで水着なんだっていう、でも水着、まあ、水着にはならへんか、やっぱ隠すのと、隠したよ、これあ、いいね、こちら、何か、ヤングマガジンさんです。初イラ、うん、初何、そう表紙、表紙、これヤングマガジンさんでいつも関東刊物に出させてもらってたけど、うん、これで初めて表紙した。なるほどね。すごい、おー爽やかね、うん、いいね。いっその YouTube 見れる、どうやって、うん、これの、そうYouTube 流れてて、ヤンマガさんの100万回再生って素晴らしい。アイドル声、アイドル界最高峰ボディ、レイちゃんの衝撃、うん、衝撃すごいですね。なんこれ NMB ナチュラルメガメガボディNMB え、すごい NMB でナチュラルメガ、ちょっとみんな見て、ナチュラルメガボディ、すごい、あ、そんな使い方ができるんや、すごい。すごい、ナチュラルメガって何やろ。ナチュラル、おっきい、大喜利分からんNMB ってそういう意味だったんだえ、でもさ、ほんとすごいよな、こういうなんか言葉考えてくださってる方、うん、センスっていうか、なんかすごいいいね、爽やか、海、外がね、いいんだよね、そうそう、あ、いいね、いいね、うん、赤ね、あ、黄色い水着来ました。これほど海と水着が似合う女の子いるっけ、いや、いないらしいですよ。やったー。わ、このね、ちょっとね、風に髪がなびいてる感じもすごくいいです。爽やかですね、やっぱ海、外は。あ、これ私ね、一応、え、あんたの初表紙の、山賀さんで、山賀さん初表紙の、この私のお気に入りの本当に一押しお風呂シーンです。泡のやつや、え、マジでみんなこれ言ってたの、好きマジで、あの、え、これネットで買えるのかな、もう無理か、マジでみんなに見てほしい、これマジでマジでえ、本当に泡風呂の中に、うん、こうまたこうやって、うん、やって、ちょっと何なんてやろうな、キュルルンスンみたいな、キュルルンスンみたいな、キュルルンもしてるんやけどスンもしてて
そう、そういう表情でこちらを見つめてて、でも泡まみれでちょっとね、そう 鼻のね、ツヤも良くてね、うん、そうそうそう、素晴らしいですよ皆さん。電子書籍で買えるやって、おお、え、マジで、え、皆さんマジでこのこのヤンマガさんの、お風呂の、ジョニー・シレイさんのお風呂のページ一押しです、マジで本当に一押しいただきました。マジで見てほしい、本当もう枕もう天井に張って寝てみんな、これマジでやばい、おもろ。ただお風呂の天井の方がいいんちゃう、確かにしみしみやん。あ、ラミネートをして、うんうんです、はい。ね、早く写真集もいつか見れたらいいですね、本当に。ふわ、こんなナチュラルメガボディ持ってるだからお、じゃあなんか、じゃあさっきのように、うん、どこまで読んだんだろう、上から読んでたらいいじゃん。 BB さん、お、ありがとうございます。中島よしえさんもありがとうございます。グレキャップさん、グレイキャップ、グレイキャップさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。丸ひげさんもハーツ、ハーツしゃくりありがとうございます。大ちゃんさんもダルマ、ダルマかわいい、これ猫いるやん、あ、マネキ猫さんありがとうございます。すごい、え、マジでまだまだいっぱいあるの。え、このグラビアでも一人でやったらただのやばいやつなんだよね本当にグラビア解説は。ナチュラル水田ボディいいやん、おもろいな。コメント読み中、うん、確かに裏でも裏話とかってそんな、うん、何、うん、いや、でもね、最近はさ、あの9月末に新しいのが出る、おブブカさんと EX 大衆さん、え、マジで髪長くなったバージョンのマジで皆さんに見てほしいよ。確かに全部短いな。そう、今までのは結構短いな。あ、違う違う違う、間違えた、やばいやばい、 今発売してんのが EX 大衆さんで、うん、これの、あ、この時の未公開カット、うん、なるほど、ね、だからまだ短いんか、それは。そうそうそう、で月刊エンタメさんが、うん、9月末に発売で31日かな、うん、皆さんマジでチェックしましょう。そうで、ブブカさんが30日に発売、チェック、逆かな、まあ、あのジョニー・シレイさんのツイッターでね、はい、情報を見ていただけると思うんで、いやいや見ますよ私は、それもね、ちゃんと、ね、みんなとね、こういうのってさ、語り出したらキリがないね、嘘、うん、ファンの方と、いや、ごめん、キモいな、ちゃうねん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 、マジで、いや、ごめん、黙るわ、ごめん、あ、ごめん、あの、いつでもやってくれたら、貸すから貸すから、一人で鑑賞会するな、ファンの方と、てな感じで、あと5分でございます。あの、皆様、50カウントや、お星様投げ投げ、痛い、ありがとうございます、本当に。いいな、もんこれでやったらいいんじゃん、自分のアカウントで。どうなんやろ、公式のやつってさ、カウントされんのかな、え、あ、でもそっか、あのツイッター連帯みたいなしなかの、いいな、もんこれでやったらいいんじゃん。あおいさんもなんかお花、あ、これツイートすればいいの、あ、そっか、でももう終わるよ、4分で終わるよ。とりあえず、読みますね、ランキング。
やっとくわ、とりあえず。なかちゃんさん、ありがとうございます。12位松さん、11位がくま4号さん、10位がカイトさん、9位がうっかりたんさん、8位がよっちゃんいかさん、7位がグレーキャップさん、6位が中島よっしーさん、5位が丸ひげさん、4位がまださん、3位がイートさん、2位が石マッチさん、1位が招き猫さんです。その王はさっきから 何の王なありがとうございます皆さん。ほらめっちゃ星投げてんで、いいないる、おいしょおいしょ、あっ、アヒルみたいなの全然移動できないけどこっからしたら全然いかん。あ、これちゃん、おらんよ、うそやん、アヒルやで、アヒル、あ、移動しためっちゃ変なアバターいる変とか言ったらちょっと面白いやつ、かわいい、かわいいの、じゃあどこにいるかわからんな。今紫の星投げてる、あ、ほら、あ、来た来た、こっちや、こっちこっちや、なんか、うん、どっか行ったな、どっか行ったな、外やわ、外にいるわありがとうございます。ちょっとね、時間が限られとったからちょっと全部は、うん、紹介鑑賞できなかったんですけれども、またいつかしたいと思います。勝手に鑑賞します。四次霊のファンの皆さんも多分きっと来てくださったのかな。ありがとうございます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 。おたくもありがとうございます。この後も、配信があるので19時35分から、はい、もうすぐやん。そうにゃ、1時間後、1時間ちょっと後ので、ので、また皆さん後で会いましょう見てこれ、もうや、ちょっと待って、いいだもん、もうちょっとで投げ終わるから全部。お、あ、ほら今青の星投げてる。皆さんもぜひお星様投げ投げと50カウントね、最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。いやマジで皆さん本当来てくれてありがとうございました。おっぱいちゃんもサンキュー。おっぱいちゃんでした。どう、ね、くじめっちゃコメントしてくれてる、ありがとう。これ無理やわ。ありがとうむずね、ひよこのやつ。あ、じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。バヨ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 。